はいどうも、フルロです。今回はですね、モンスターストライクマイピックガチャ引いていきたいと思います。はい、で、まあマルシファーの映画のも来てますけれども、はい、僕はこちらマイピックガチャ引きたいと思うんですけど、これあれなんですね、5属性の中で1体ずつ選んで、その5体がここに表示されてる5体が、確率排出 0.9 だったっけな、うん、0.9 で、限定はなしと。通常のイベントガチャのキャラからっていうことになりますね。で、まあこういう風に決まってますもんね。で、まあ火はねペル持ってるんで、アザトースかブレイク欲しいんですよ。うわ、これどうしよう。いや正直この画面見るまではブレイクを選びたかったんですけど、アザトース、いや近畿ね、28も29も苦戦を強いられてるので、正直ブレイクと大谷は欲しいなとは思ってるんですけど、かそうだ、アザトース欲しいんだったな。10年で出てくんねえかな、アザトース。ちょっと1体目アザトースピックします。水はね、難しいところだね。これモヘンジョダロもういらないから、今のところね。で、ニャルラトもいらないでしょ。ニャルもいい。いや、むず。で、レクイエも終わってないんで、こいつ欲しいなと。十文字ライハ。こいつにしよう。水はこいつで。木はね、まあパスカルかな。パスカル、あ、でもユピテルか。ユピテルいいんじゃん。ユピテルかな。ユピテルにします。パスカルも欲しいですけど、あ、光はマルタ持ってんすよね。で、割と光はそんなにね求めてないですね、みんな。なんでちょっとキャラ的に惜しかったボーパルソードします。で、闇はオペコン惜しいんですけど、とにかく大谷がゼロなんで、大谷難民なんで、大谷でまずはこれで10連引きたいと思います。これでしっかりとアザトースと大谷さん出すんで見ててください。いやっす、ガチャで。いや、近畿をだいぶ救ってくれるんですよね。いきます。無料でくれ、無料で。もう正直確率超えてブレーキとかでいっていいよ。待って、嘘。あるか、そうだよね、確定じゃないもんね。いや、もう引きます、いや、もう引きます、いや、もう引きます。来い。え、待って、勝ってる。やべ、ミスった。なんで確率変わってんねん。ピックしたら変わってますね。やべ、完全にミスった。じゃ、ブレイク。うん、え、待って、勝ってる。うん、お前、ふざけんな。お前、いらない。あ。はい。盛大に
やらかしたところでもう一回ピックします。くそ。マジ。しかもさ、ちゃっかりロイ出てんよね。最悪。なんでロイズ出んだよ。たげんなよ。だったらボーカルソートしてたよ。はい、泣いても笑ってもあと10連です。はい、くそ。いきます。爆死したらこれ星玉っすね。頼む、マジで頼む。キンキ楽にしてくれ。お願いだからキンキを楽にしてくれ。とまっとざっけんざっざっざっけんなよ。10連して、まあ正直20連目でまあやらかしてね、ピックのロイズが出てましたけど大失敗でした。大失敗、はあ、しかもこれ10連じゃないとダメですもんね。単発じゃ引けないから、2星玉まであと2、10連マジかよ。ちょっと待ってください。はい、ということで40連目引きたいと思います。はい、まあ、星玉行くんで、まあ、こんな引くやついるんかなってぐらいですけども、まあいるか、欲しいっすもんね。通常イベントのガチャですけど、頼むマジ一体引けて、こん中から一体は引けて、マジで頼むから。40レベルです。マイピックガチャ頼むよ、本当に頼むよ。俺もなんでこれにかけてるのかわかんないぐらいめっちゃかけてるけど、いけ、来い、うちらない、さあ、いや、とわ、星玉がある、星玉があるね。結局ここにかけるしかないのか。演出、これ演出あるんですかね。あったら5体の中でいったよな。ないね、ないね、ないない。おっしゃ、やったやった、きた29、よかったー。はあ、あ、報われました。40年引いてようやくピックいきましたね。欲しいの大谷。まあね、欲しかったんでめちゃめちゃ嬉しいっす。はい、これはすぐ厳選して29また頑張りたいと思います。はい、ということで、まあちょっと予想以上に引き散らかしましたけども、はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。はい、よかった。また次の動画もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。Thank you.